皆さんこんばんは、ショーです。ということで、何年ぶりだろうね、モンスト動画やっていきたいなというふうに思います。まあ、もし見てた方はお久しぶりです。初めての方は初めましてということで、本日はもうタイトル通りになってるんですけど、モン玉引きます。はい。モン玉引きます。もう溜まったんで、はい。もう引いちゃおうかなというふうに思います。レベル5、モン玉リトル。で、これ今回、モン玉リトル配信されるのは確か3回目ですよね。ローゼンクロイツが追加、ローゼンクロイツが追加されてから3回目。になりますということで、でローゼンクロイツなんですけど、実はもう持ってて初月当たってるんですよ、自分ローゼンクロイツだから、まあ結構じゃあ持ってたらもういらないんじゃないのみたいな話をされると思うんですよ。1体でいいんじゃないのみたいな。ただ長弾、ただ僕的にはですよ、使用しててでどこが強いのって言われたら、僕結構33回使ってるんですよね。ハシノと何回やっぱハシノとオーブもらえるからやるじゃないですか。で33回ってミスったらちょっと HP 管理難しくなるじゃないですか、まあ、そこをマジで楽にしてくれますね、ローゼンクロイツは。マジ、まあ、適正で、まあ、適正ですね。貫通アンチダメージオール、あ、超アンチダメージオール、カウンターキラーと魔法陣ブーストで、魔法陣ブーストついてる時の長弾がマジ強いんですよね。本当に使ってて 1.5 倍ですからね、長弾のこの威力が。遊撃とか明かしつけて遊撃つけてたりとかしたらやばいですね。ってことで2体目欲しいんですよね。ヒミコ、ローゼンクレイツ、ローゼンクレイツってやりたいかな、自陣は。で、フレンドはもう、アザゼルとかで。アザゼル僕持ってないんで。やっぱアザゼルのスピードアップあった方が33回楽ですね。あと、魔法陣クエスト絶対増えると思う、今後、今年。間違いなく増えると思うんで、まだなんか、すげえ、ここっていうところは、僕は33回があんま感じないんですけど、まぁ、ちょっと2体目がね、ちょっと欲深く欲しいなというところで、引いていきましょう。この、ガチャ、モンダマリドラか。ちょ、モンダラミ、も、ボンダマリドラを、ちょっとね、獲得していきたいなと思います。いきます。一回だけ。頼む。いきます。まあ、最悪ね、モンダマリドラじゃなかったとしても、持ってないキャラだったら、なんでも結構持ってない子、多いんですよね。いきます。はい。頼む。頼むよ。あ、そっか。ピリリン、ピンっていうのが、オーブがね、一個固まるところないからね。はい。ちなみに、ローゼンクロイツ出た時は確定演出出ました。だからやっぱ確定でモンダマリドラなのかなっていうふうに思います。はい、じゃあなんだろう。待って、諸葛亮だっけ？合ってた。持ってないっすね。OK。持ってないなら OK っすね。諸葛亮で、で、おまけもね、美味しいんすよ。これちゃんとレベル5まで上げれば。重心力、スケットミン、スケットミンでやってるよね。で、ワクワクミンなんですよね。やっぱ美味しいのは。で、じゃあ、地味に重心力やっぱ、運極作りしてるとやっぱ足りなくなるんでね。やっぱこれが美味しいかなって感じです。はい、ということで、まあ、諸葛亮でした。はい。まあ、モンストの動画ちょくちょく出していくんで、よかったらまた見てください。では、この動画よかったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。